こんにちは、おにくです。今回は20のニナちゃんのステップアンダーステップの新イメージと TikTok が公開されたので見ていきたいと思います。年上組から公開されていくことが本当に多いと思うんですけど、今回はニナちゃんから公開されたということでね、万年組から来ましたね。こういうのもね、たまにはあっていいんじゃないかなっていうふうに私は思います。全然ね、決めてもいいんですけど、なんかニナちゃんがね、いつも9番目で待ち遠しかったので、今回はね、最初ということで楽しんで見ていこうかなっていうふうに思います。普段は20を中心に女の子のアイドルについての動画を更新しているので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。まずニナちゃんの新アーシャから見ていきたいと思います。いやー、てかニナちゃんって本当に美しいですよね。なんかこの前ね、公開されたニナちゃんのソロジャケットの時より私結構好きなイメージだなっていう風に思います。なんかこの笑顔の感じ、私この角度のニナちゃんめっちゃ好きなんですよ。この角度だとなんかさらにね、美しさが増してすごい好きなので、なんかこっちの方が私は個人的にはですよ、個人的には好きだなっていう風に思います。ただね、ニナちゃんはいつでも可愛いんで全然いいんですけど、なんかジャケットの時は服とかも髪型もね、みんな変わってたと思うんですけど、今回もね、ニナちゃんは全員のアーシャの時と一緒でポニーテールをしていて、私結構ポニーテールのが好きかなって正直思いました。下ろしてるニナちゃんも大好きなんですけど、ポニーテールのニナちゃんだとさらにね、なんかかっこいいなって感じが増してすごい好きです。で、服装もアーシャの時はちょっとね、なんか女の子らしくて、あんまりはっきりは見えてないんですけど、ピンクっぽい衣装、なんか白とピンクみたいな感じでみんななってたんですけど、今回ニナちゃんはこの全員の時と一緒の服装にもなっていて、もうこの時の服装も好き。正直衣装に関してはソロジャケットの方がまだ全貌がね、全然見えてないんですけど、そっちの方が好きなのかなって自分の中で思います。なんか20ってみんな可愛らしくてかっこいいコンセプトもすごい好きなんですけど、私の中ではピンクとかすごい好きで、なんか最初のアーシャもメイキューハッピーのなんか派手なところ、派手なね、服もすごい可愛かったんですけど、あのツイードのピンクのね、衣装もすごい好きだったので、うん、なんかそういうコンセプトがすごい似合うなっていう風に思って、いろんなね、ニナちゃんが見れたなっていう感じで、めっちゃ可愛いなっていう風に思います。はい、でこの破れたジージャンもね、ニナちゃんにぴったり似合ってるなっていう感じで、次はね、 TikTok が更新されたので、 TikTok の方も見ていきたいと思います。なんか TikTok は今回よく聞かれる質問っていうタイトルだったんですけど、なんか前にその20のね、ファンクラブ WiZiU の中でメンバーに対する質問みたいなのがあったんですよ。だからそこのが今回使われてるのかな、ちょっとそこわからないので皆さんに予想してほしいんですけど、どうなんだろう。これで使われてるとしたら、私結構長い質問送っちゃったけど大丈夫かっていう感じで、多分使われないだろうなっていう感じはしますが、うん、ここで使われてるのかな、ちょっとよくわからないので、そこに関してはね、皆さんがどう思ってるかを聞かせてほしいなっていうふうに思います。姉が一人、マルチーズとマルプーもいるの、かっこいい。ニューヨーク、え、かわいい。待って、めっちゃかわいいんだけど。姉が一人、マルチーズマルプ、ニューヨークだよねぽいわ。え、もうこのニナちゃん推し、みんなこの絵文字使っちゃうやんね。みんな使いますよねこれ、私もよく使うわ。でもかっこいいな。で最後がめっちゃかわいいの、かわいい。え、携帯カードゲームってなんだろう、めっちゃ気になるんだけど。え、なんだろう、なんかニナちゃんと同じゲームやりたい。え、この時のニナちゃん超かわいい、マジかわいい。はい、もうこんな感じで見てきたんですけど、ニナちゃんめっちゃ可愛いな。でもこれ結構前ですね。ちょっと20のね、ステップアンダーステップのね、髪とかを染めたりとか、そういう新アーシャよりはずっと前に撮ったやつですね。多分前の時に撮りだめたやつかな。え、ってことは質問する前かな。ちょっとこれ難しいな、ちょっと判断するのが難しいんですけど、とにかくこれの撮影はちょっと前だったということで、なんかこうやって自粛期間中にもなんか私たちが暇にならないようにね、毎日いろいろしてくれてるんだなと思って、これ9日間多分続くと思うんですよ。多分明日はみーひちゃんのアーシャと、あとみーひちゃんの TikTok が出るんじゃないかなっていうふうに思って、毎日もうお祭り、もう本当私 Twitter でも書いたんですけど、今日ニナちゃん祭りだったから、明日は多分みーひちゃん祭りになるんだろうなと思って、すごく楽しみにしています。はい、もう本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。
はい、もう今日はね、ニナちゃん祭りということで、なんかニナちゃんはね、もうインパクトがバッてあって、NiziU の中ですごくね、NiziU の中でもみんな素敵なんですけど、ニナちゃんもすごく素敵な存在なので、私は今回すごい嬉しかったなっていうふうに思います。なんかニナちゃんのね、新しい面っていうか、その赤髪にしたこともね、すごい良かったんですけど、なんかすごい最後のね、笑顔がやっぱりニナちゃんってマンネなんだなっていう可愛さがすごい出ていて、すごい、ああ可愛いなっていうふうに思いました。なんかみんなそれぞれやっぱり可愛いところがあるし、なんかもう湧いちゃうんですよね、全員に。もう湧くところしかないっていう感じなので、多分明日はミーヒちゃんなので、ミーヒちゃんも可愛いこと間違いないので、もうそこら辺までね、天使が降りてきてるので、楽しみに待ちたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。あ、独り言だった、やばい、独り言の時間なのに、はい、そんな感じで